初めてこの場所に足を踏み入れたのは2012年の秋のことだった。宮崎さんは朝11時ぴったりにやってきて、夜9時きっかりに鉛筆を置く。そのペースは毎日絶対に狂わない。そんな予定通りできっこないじゃん。隣にいるのは制作担当の三吉さん。主にスケジュールを管理する、言うなれば女房役。もうだからあなただけあんなに時間かけたのに忙しいな。そのことから済んだの好きない。次は現場チェック。人は彼を鈴木さんとかプロデューサーなどと呼ぶ。はい、そんだけ。じゃあちょっとさ、考えるわ。考える、でいつまでなのこれ。新庁舎はそんなに急いでないんだけど、そっちの学研の方は急いでた。そんな急いでんの。その昔、探偵に向いていると言われた鈴木さんのもとには、さまざまな人が案件を抱えてやってくる。これでしょね。はい、どうした。すっげえ煩悩にまみれてます。誰たちの原作の漫画を集めた本を作りたい。彼は野中さん。ホームだからという理由でジブリで唯一スーツを着ている。やめたらいいよね。ちょっと俺皆さんと話するから。そうですか。早いでしょ。雑誌の特集。全然違う。しょうがないじゃん。それが悪いんだよ。いや、そう、いや、そう、あの、ふと、汚いの汚い。はい、次何？次、文春の電子版。野中さんによると、二人の歴史は今から35年前に遡るそうで、その当時、徳間書店という出版社に勤務していた鈴木さん。彼はある日突然、アニメーションの雑誌を3週間後に創刊せよという無理難題を突きつけられる。アニメーションの知識など皆無だった鈴木さんが
必死で情報を集める中たどり着いたのが、当時未来少年コナンを制作中の宮崎さんだった。やがてルパン三世カリオストロの城で劇場監督デビューをした宮崎さんに、鈴木さんは漫画の連載を依頼。それが後に映画となる風の谷のナウシカだった。彼女は長年ジブリに居ついている牛子。スタジオを自由気ままに闊歩する牛子先輩ですら、宮崎さんがアニメーションを作る場所には近づかない。新作の映画を翌年に控えた今はなおさらのこと。触らぬ神にたたりなしといったところだろうか。なんで、まあ、70過ぎた人間がここでやらなきゃいけないんでしょうね。もう 5B 使ってますからね、僕は。子供なんて 5B 全部落ちちゃいますよ。 5B でも硬くて 6B 使ってるんですよ。ジブリには美術館を含めて400人近い人が働いていて、この風立ちぬだけでも100人以上のスタッフが関わっている。思ってたより、なんか思ってたより楽しい会社です。なんか会社っていうか学校みたいな、あんまり言っていいか分かんないけど。ラジオ体操やったりじゃないですか。あ、これ第二じゃない。これ第二できない。今井君いつものようにお願いします。はい、映画公開のない年だったにもかかわらず、キャラクターさんから順調に販売制度を確認しております。5、6、7、8。続きまして、各ライト出身商品の紹介です。巾着、それからガマグチ、最近あの千尋のグッズが非常に売れてる。商売って今どうなっちゃったんですか。キャラクター商売今は良くないですよね、全体で言うと。そう、良くないっていうのは数値で分かるのかな。数値で分かる。その作ってる人たちはみんな子供向けに作ってそうな感じなんですよ。ところが今やリードしてるのは大人なんですよ。だからそういう目でね、今ここに並んでるやつ見てみたのよ。これはお客さんのニーズに応えてるんだろうかって。ジブリのカレンダーがトトロが1位に返り咲きました。宮崎駿カレンダーってことでしょ。え、違う。海外向けなんですけれども、ほぼ、震災前の水準まで大体の国が戻ってきているんですけど、韓国がやっぱりその前に比べたらやっぱり半分ぐらいの数字までしか戻ってなくて。何も覚えてない。なんか適当。私、勝田男、勝田男本人です。今日は
は選挙戦7日目になりました。この公演前の市場をお借りして短い時間ですけれども、私神田音からのお伝えをお聞きをいただきたいと思います。さて、原発事故から1年と7ヶ月が経過をいたしました。皆さんは福島原発事故どんなふうに思っておられますか？21世紀がはっきり顔見せたんですよ。21世紀がもう僕は20世紀の人間で、21世紀にあまり付き合いたくないんですと思うけど、21世紀の子供がいっぱいいるんだよな、あそこに。今24人いるんです。宮崎さんは社内保育園の子どもたちに手を振るのを毎朝の日課にしているそうだ。局のスタッフとかディレクターさん以外が来たりとか、かける2とか3とか、はい、だいたいワンクルー4人とか来ますので、これ落書きの天才人がここに一人います。これビートが三騎士です。この三騎士という制作はですね、珍しいんです。珍しい、うん、あんなに作品の中に入り込んでくるような人はいない。もっとおっかないから、僕は三騎士だとおっかなくなれないんです。なんせ結婚式の時の新婦をやった人間ですからね。いいんですよ、映画の味方になろうとしてるから。いや、もう映画の味方って映画そのものだからね、三騎士は。宮崎さんは脚本を書かない。代わりに絵コンテがその役割を果たすのだけれど、作画がスタートするのは絵コンテ完成の1年以上前だから、スタッフの誰一人映画の結末を知らない。なんか頭おかしいとしか思えないかって言うな、これ。こうやって分かんないって人がいっぱい出てくるんですよ。分かんないのは誇る人たちがいるからね。編集するときにものすごく悩むことないですか？あります。 あるでしょう。どうしていいか分かんなくなるでしょう。しかも定着に収めるなんて言ったら無理だよね。シナリオなんかないですよ、僕だって。もうね、本当に何かに沿ってやってんじゃないんですよね。どういう映画にこの映画はなるのかね、それはわからないんですよ。それが映画に作らされてるって。うん、本当にそうです。映画になってくれなきゃ困るから。バカバカしい話だけど。この映画のこの作品の世界がどうなってるかわからないって言われたことあるんです。千と千尋っていうのを作ってる時にね、こっちだと分かりしないですよ。だから最終的に多分分かんないだろうと思ったんですよね。この世のことを君はどんだけ分かってるんだと、こう、ね、だいたいその頃また徳間書店に属してましたから、徳間書店が何やってる会社も別に知らないだろうと、こう、知らないで平気だろ、なんで映画の世界だけ気になるんだと言いましたけどね。そんな言葉で言えるほど簡単な世界だと思うかと、こう、なんか積年の怒りが溜まってるでしょ。それでね、女性たちの言い分、なんで男が女の気持ちが分かるの、そのくらいのこと分かるわと、こう、すごいぞね、キキの。そんなのだって手に取るように分かるじゃない。ジジなんで最後喋れなくていいんですか？ん？ジジは。ああいう時って喋れなくなるんですよ。その後エンディングで一緒にいるじゃない。あそこで喋ったら変だよ。
ちゃんと来たよね、だって。来ましたっけ。来て何言うの。いや、魔法が魔法が復活した。魔法はもうさらに深くなったんですよ。じじがさ、ね、もう僕がいないとすぐここだからとかこう言うと納得すんの。頭にくるよね。黙ってるお前。何か得るものがあったらなくすものもあるんだよ。これ結構かっこいい言い方でしょ。いつまでも猫と話してねえって。おしゃべりしながら映画作っていられるんです、絵コンテ切っていられるんでしょうかね。全然違うところの脳みそ動いてるから大丈夫なんです。全然違う終わり方になっちゃったから。ねえ、映画って生き物ですね、なんつって。日が傾き始める頃、鈴木さんは都心の仕事場に向かい、再び人に会い続ける。一方、宮崎さんとアニメーターは屋上へと上がって空を見上げる。僕は自分の土俵を毎日足してマッサージをして体操してシャワーを浴びてからゴミ拾いに出てコーヒーを飲みに行ってって、それから戻ってきて飯を食うっていうね、そのなんと3時間ぐらいかかるんですよ。もっとかかるかもしれない。それが僕の生活の基礎なんですよ。そこで見てる範囲のもので世界を判断してるんですよ。そこでその街が様子がどんどん変わってきたなとか、こいつ一体どうしたんだろうとかね、そういうのを見てるんです。物価がどうなってんだろうとか。肉眼だけですよ。仕事を終えた宮崎さんはスタジオ近くのアトリエへと戻っていく。僕は祭日の土曜日も休んだ、日曜日だけ休んでます。で、日曜日は忙しいんです。もうすぐ午前中は川掃除で毎週やってる。あ、いけない。俺今日戸締まりしてないでヤギ出っ放しだ。やばい、丸見えで。廃時点の時の展示しなかったんですよ。で、倉庫にしまったのかわいそうだから持ってきてって。持続力がないからダメなんですけどね。これはね、4年前ですけどもね、2008年のリーマンショックなんて翌年です、はい、大不況が街にどういう形で現れるか自分の住んでると映ったんです。これは僕らが掃除してるカードです。綺麗になったでしょ。いや、何の日か片っ端から撮ったんです。これは変に喜んでしょ。もうみんな出て行っちゃった子供たちじゃないかな。これが僕のやつすると、これは僕が40年も行ってる徳川さんの普段見てるもの撮ってるだけです。大不況を実感し記録しようとしたが、写真の風景は穏やかでいつもと同じ風景ばかりです。なんだけど、なんでもない日を撮っとこうと思って撮ったんですけど、まあ飽きたからやるんです。だからなんか来るなと思ったの。3月11日が来た時も原発が入ってたって、こういう風に来るかと思ったけど、あんまり驚かない。
まだもうその計算がついてるからね、何も終わってない。これ書いてある大学今日4年目、これは赤字国債の量で今年払う利子の量で、3月17日太平洋大地震、これも去年のもんだよね。これ始まりの年は2011年3月17日って書いたでしょ、だから書いといたんです。そのちょうど1年ぐらい前かな、放射線の福島の方の原発の爆発から、これ放射能前の写真ですね。まさかね、こんな風になると思う、予想してなかったけど、子供がこれを出てくるってのは、人の椅子に座り、人の入り物でご飯を食べ、人のベッドに寝ることなんですよ。自分の場所を作るのはそれしかない。監督はどうして、うん、結婚された時はどうしてしようと思ったんですか。どうしてって、そう、結婚するしかないからです。結婚してくれって初めに言っちゃったから、もう聞けないじゃんね。どうしてこの方だと思ったんですか。そんなのそういう気になるもんですよ。何ですか。え、何ですか。なんでってわからない、その人生の秘密でしょ。早く映画終わらせなきゃいけないと。あのね、飛行機の設計家とか機械を設計した人たちってのは、こうどんな時、どんなその時が善であると思ってやっても、やっぱり時代の空間の中で機械文明そのものの、こう手先になるから無傷じゃないんですよ。呪われた夢なんです。アニメーションもそうです。呪われた夢、うん、呪われて、今の人類の夢ってのはみんな呪われてますよ。どっかで美しく呪われた夢ってことが多いんですよ。金を稼ぎたいとかそういうのは全部論外、有名になりたいっても論外、そんなクソくらいで、そういうことじゃない。映画が素晴らしい、映画が本当に素晴らしいのかどうかわからないじゃない。本当にきちんと考えたら、映画が好きだったのはただのそういう趣味でしょうっていう。かつてそういう映画が作られたことがあったかもしれないけど、今も映画の価値があるわけではない。多くはくだらないんですよ、僕らのこの世界は。難しい。3人目の存在に気づいたのはここに来て間もなくのことだった。これで明快になる。それをそこに入れますか。ここだと思ったんですけどね。どっか分かります。いざ偽名はもうなしにしたらダメなの。これがあってこれがあると分かりやすくなる。そうか、これお寿司みたいな。はい、次にやってください。分かりました。はい、はい、もう鈴木さんにお任せします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあそういうことで。あれでも、なんだっけ、皆さん勘早いでしょ。早い、うん、だいたいポスターの時もね、はい、絵柄決めるの5秒なのよ。あの人は早い。あの今から行く人は逆だからね。待つこと2時間。ほら、もうダメだな。7月20日は今日ようやく上がったんですね、その61カットってのが。で、明日20カットまで81カットですけど、そうなるとこんだけ集中して、そのペースね。彼は時々鈴木さんを訪ねてくるプロデューサーの西村さん。そう、問題起きてるってことだ。この5年を呼んでたからね、だからね。発表は一緒にしちゃって後からずらすっていうのを言うか。7月20日のままで行こう。今じゃ
12月の発表は、はい、しましょう。現場の誰にも言ってないし誰にも言わないので、僕は7月20日だと思ってるんで、はい、かぐや姫の物語とそれから風立ちぬ、この2本を同時公開であると、多分そんなお話が伝わってるんじゃないかと思います。で、高橋さんという方はね、何しろ作り始めるってなんていうんですかね、スケジュールと予算内にね作ったことがね一度もない人なんですよ彼はね今35だっけ。そうです。この作品に関わったのは2006年からなんですよ。その間に結婚して子供2人作って今年小学校に入るんですけどなんか高橋さんの、まあ、最後にして最高傑作が生まれるんじゃないかなっていう期待を現場のみんなは感じてますね、はい。まあ、この作品は一言で言うと、まあ、宮崎駿がこの堀越二郎っていう方、まあ、これ知らない方もいる、ね、多くいらっしゃると思うんで、実はゼロ戦を設計した方なんですよね。端的に言えば、まあ、10歳からね、堀越二郎の10歳の少年時代から始まるんですけれど、少年の日、まあ、この堀越二郎、まあ、子供の頃からね空に憧れ飛行機に乗りたかった、そういう少年でございます。ところがね、この少年が、要するに長じて大人になった時、そのね飛行機の仕事に携わろうと思った時、実は時代は戦争の時代で、彼が作らなきゃいけなかったのはね艦上戦闘機だったっていうね話なんですけれど、まあ、何しろ彼昭和16年前なんで、この戦争ってものをね避けて通れない。でも一方でね、彼自身がそうだったんですけれど、どうもねその兵器関係のものに対してもね好きだし、その矛盾の中で生きた人なんですよ、やっぱり宮崎駿っていう人は。要するに自分の好きなものが引き裂かれてるんですよ。一方で戦争の兵器でしょ、で一方で戦争反対でしょ。なんで自分みたいな人間ができたんだろうっていうのをね、今この映画の中でなんか自分で明らかにしたいっていうのか。完成時期が同じでも公開をずらすっていう選択もできると思うんですけれども、あえて一緒にされた理由をもう少し教えてください。スタジオジブリって東小金井ってところにあるんですけれどね、北で、まあ、宮崎駿の作品を作り、南で高畑作品作ってるんですよ。2人の関係を改めて申し上げるとね、実は高さの5歳ぐらいなんですよね。それでこの業界に宮崎駿が入ってきてね、要するに宮崎駿を大抜擢したのは高畑勲だったんですよ。今から約半世紀前、東映動画という名のアニメーション会社で高畑勲という名の青年が働き始めた。その4年後に入社したのが大学を卒業したばかりの宮崎さん。宮崎さんはパクさんと呼ばれるこの若き演出家の作品に参加しながら次々とアニメーションを学んでいく。そういうことで言うと、最初は師弟の関係、それが一つの作品でスタッフと一緒にやり始めた。で、そういう中で仲間になっていくんですよね。おそらく監督は高畑、絵を描くのは宮崎で、これをね15年間やった2人なんですよ。やがてパクさんは宮崎さんらと共に東映動画を退社。そしてパクさんが演出するテレビシリーズ、アルプスの少女ハイジが誕生する。その後も次々とアニメーションを作り続けた2人だったが、赤毛のアンの制作中、宮崎さんはパクさんの元を去る。だから共同事業者とか僕らの作品とかっていう形のものはもうその時間で終わったんです。次のレベルに入ったんですよ。しょうがないかったから僕演出を始めたんです。本当に。しかし
ルパン三世カリオストロの城で監督デビューをした宮崎さんの2作目風の谷のナウシカの制作が決まると宮崎さんはパクさんにプロデューサーになってほしいと願い出た。隣のトトロ、ホタルの墓の同時公開を経て魔女の宅急便が公開された後、ジブリはスタッフを社員化し、鈴木さんは徳間書店を退社して正式にジブリの運営に関わることに。すると今度は宮崎さんがパクさんの映画のプロデューサーを務めることになり、公開の日を4月5日ってんだけど、これ書いといて、もうこれギリですからね、これシャレ公開でも書いといて。以後2人の作品はずっと鈴木さんがプロデューサーを受け持ってきた。やっぱりライバルですよね、切磋琢磨で。そういうことで言えば僕はね、この同時期にね、この日本がねこういうことになったっていうのはお互いの刺激のためにはすごい良かったんじゃないかなって。でまあそれもこれもね、僕としてはいい作品ができるね手だって手段ですよね。西村さんのお話の中で、あの高畑さん の、 その最後にして最高のっていうふうなことをちょっと一瞬おっしゃられたんですけども、そしてこれが高畑さんの最後の作品になるんでしょうか。最後ですね。まだ真ん中にいます。俺もどうやってやったらいいか分かんなかったもん。だから自分がね関わって作るのはこれ物理的にも不可能だと思った。だって他のこと何にもできなくなるから。皆さんはトトロの時はやっぱ怒ったよね。だって俺ね、高橋さんと夜の12時までいろんなことやってて、で俺本作んなきゃいけなかったから12時からね新橋へ戻るわけですよ。徳間書店のあったそこへ電話かかってくるんだよね。俺で何かなと思ったら今から打ち合わせしたい。そのもう一回戻んなきゃいけなかったんですよ俺。でその時ハッとするわけだよね。あ、ほったらかしにしちゃったんだなと思って。だから高橋さんのやつを実現するためには誰か四六時中24時間体制でくっつけね一緒にやる人が必要だったんですよ。で結果としてそれが西村が出てきてくれた。だからやれると思った。めちゃめちゃなんです現場が。僕はやっぱ隣の山田君が終わってからここに戻ってきたら、ね、その間ここにいなかったから山川の方でうろうろしてたんですけどね。で帰ってきたらもうめちゃめちゃになってました。本当に頭にきた。そういうことに一切関わり持たないですかね、奥さんは。宮崎監督も高畑監督を見捨てないですよね。うん、俺見捨ててるよ。その監督としてはもう映画は作れませんよ。だから映画はできないようにできないように思えてしまう。高畑監督がですか。うん、そう思わない。今かぐや姫も作ってらっしゃいますね。うん、だから映画はできないようにできないように思えてしまう。そう思わない。そういうこと言うでしょう。でかぐや姫なんですけれどね、間に合いません。もうこれはっきりさせたらいいや。じゃ奇跡が起これば夏にもできる。でも奇跡は起こらない。奇跡を諦めた鈴木さんは2本の映画を持って地方行脚の旅に出た。この間ね、回るから。二人の出会いは関東大震災でございます。なるほど。こういうのダメだね。このスタンド意味ないですよね。もう全部ジブリのポスターに書いちゃう。ありがとうございます。旅のお供は日本テレビの奥田さん。本当によく食べますね奥田さん。鈴木さんは
出来上がった映画を誰にどこにどこでいつ見せるのかってことがすごく気を配るって言ってて、でそれだけじゃないんですよね。打ち合わせの人数、誰が入るのか、どこでやるのか、ね、そこでどんなご飯を食べるのか、外で食べてから打ち合わせするのか、食べながら打ち合わせするのかとか、ちゃんと弁当用意するのか、カツサンドにするのか、全部考えるんだもん。打ち合わせ一つとっても誰がそこにいると人間がどう変わるっていうのが考えてるから。そこに奥田さんがなぜいる必要があるのかってことは多分必然性があるんですよ。秋冬連れてこいって、秋冬回れ回れと、秋で止まってほしかったね。大げさに言いますね、3年間高畑勲の夢しか見てませんよ。本当いつも高畑さんと話してる、いつも説得を終えてるんですよ、夢の中で。今でこそだったで完成するかどうかなんてみんな危ういと思ってるでしょ。誰も信じないんですよ、あの人はそういう人だからね。誰も高畑さんのスケジュールに関してはスケジュールとかね、行動に関しては不安を持ってるし、一方の風立ちぬも主役の声がなかなか決まらないという問題を抱えていたようで、イメージ的には二郎っていうのはこう声が少しちょっとこう何ですか、線が細い感じがするんですが、あんまりそういう声の線も細くないんですよ。声はそんなに昔のインテリって滑舌がはっきりしててちょっと高いんですよ。はっきり言って言葉が少ないだけなんです。頭良すぎてあんまり余計なこと言わないだけなんですよ。内気だから喋んないんじゃないの、うん、そういう人物を演じてもらうしかないよね。そういう人物がいるわけじゃないかな。ここに出てるラインナップ見ても違うと思うんで、違うことを要求されてる人たちだと思うんですよね。素人がやった方がまだ感じが出そうですよね。素人はね、素人だから。昔の城だ。昔の城なんだろう、本当にあのじゃあ例えばあんの面白いね。あんのにやらせるわけじゃない。あんのやったらどうなんだろうね。あんのの声ね。あんのどうなんだろうね。ちょっと真面目にやってみたいね。変な声だもんね、あれ。まあ、変な声ですね。こういう技術があるんだということで、それをこう、まあ、医者に見えなかったのが、医者だったんだっていう、この誠実なんですよね。逆なんですよ。そうですね。これはものすごく誠実な男ですからね。医者に見えなかったのが、医者だったんだっていう。あの、アフレコやったらどうなっちゃうんだろうね。すごい違和感はあるけれど、喋ってるうちに慣れてくるんですよ。あいつが言ったら、リアリティ出ますよ。ちょっと魅力を感じてんだけど、ちょっと連絡してみますよ。電話してみます。聞
これあんのね、これすごいあんだな。もしもし、今日はつかぬ相談なんですけれど、冗談だと思わないでくださいね、真剣だから。風立ちぬっていう映画をミヤさんが作ってるでしょ、その主役の声安野がいいんじゃないかってことになったのよ。オーディションに参加してほしいんですが、詳しくはメールで出します。はい、やるって。はい、こちら回りましたのでお願いいたします。はい、君たち、気持ちくない？これを食べなさい。そこのお店で買ったばかりのシベリアです。それではすぐに時代遅れになるよ。浴面荷重は120平米。工作課から平山技師に来ていただきた。すいません。工作課から平山技師に来ていただいた。もういい、上がってきて。はい。で、まあ、スタンもずれたりなんかするけど、まあ、それは改善するとして。まあ、何回かあれば。これの質とかそういうのはいける。いいんですか。うん、食べます。あ、まあ、皆さんに言われちゃうことで。これは、ショッキングなニュースだね。面白いショッキングですね。俺もショッキングですでもね、やっぱり、ただもんじゃないんだよ、堀越郎ってね。まあ、キスシーンもあるけどいいや。まあ、そこセリフやねんし。セリフないし。僕がやるわけじゃないし。これに何考えてるか分かんないとこがあるからいいよ。それは褒めてるんですかね。つかめないですよね。もうちょっと嫌になっちゃったんですよ。いろいろ。役者さんですか。うん、役者さんが。その声優じゃないんだけど、なんかね、みんな同じような感じで喋ってるんだよね。相手の心を思いばかってばかり言ってね。分かってるふりをして、それで感知を出して、感知が出てる僕っていうね。あんなで行こう。はいはい、ちょっとこうこんなことになった。人生21世紀だね。若かったですよね、今考えれば。今でもその時はよく覚えてます。椅子に座っててあぐらかいてて、こう回転してこうくるっと回ってこっち見て、なんかいつから来れるのかっていうのが一番最初だったんですよ。いつから来れるの？いや、今まだあの大阪の方にいるんで、まっすぐというわけには、なんか明日からじゃないのかっていう感じです。覚えてるよ。どういう感じでした？宇宙人が来た。宇宙人、うん、本当にこんなやついる、こんなやつこの辺にいるんだと思う。23の時ですよ。ナウシカのクライマックスで巨神兵を描いた庵野さんが、やがて日本を代表する映画監督になることを宮崎さんは知っていたんだろうか。てるとすごくぴょこぴょこしちゃう。安いエキストラになってしまうっていうか、この人もちょっと直した方がいいかなっていう気がするけど、目立つか。いいような気もするし、ダメなような気もするし、こういうものって僕書いたことないんですよ。恋愛の豚みたいなバカな映画作ったけどね、チャンスがあっても書かなかったんですよ。書きたくなかったんです。どうして書かないの？僕は子供のためにやつ作ってきてるんですか。あれは子供のためにやつ。この子の前もこんなになっちゃったんだろう、こんなになっちゃったんだろう、ね、この映画はね、そういうものをやりたいと思ってやったんじゃないかな。
高温に触れてるんですよ。すごいですよね、今世界で起こってることは。あとね、ちょっと締め付けがすごくなってきたんですよ、うん、あれやるものも NHK はじめね、こういうことをやっちゃいけない、うん、ああいうことをやっちゃいけない、うん、先回りしてね、荒川が締め付けられるんですか。映画作る時にもね、うん、ドラマ作る時にもね、そういう問題には触れない、うん、それがですね、民放も全部なんですよ。もう怒涛のごとく受け入れしようと思ってますね。自由に作れるのはここまでですね。ここまでですか。皆さんと高橋さんまで、うん、いやだからもうある意味じゃいで、こう完全に僕らがやってきた50年は終わったんです。大塚さんに言われるまでなく、自分の親父やおふくろたちとが生きてる時に感じてたような不安を今自分たちが感じてるんだと思います。どこへ行くんだかわからない。戦争のアメリカと戦争やるとは夢にも思わなかった。中国との戦争にこの泥沼に入ってくっていうのもね、なんかもや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 やってるうちにそうなっちゃったんですよね。結局発狂するように世界中相手に戦争するみたいなことになっちゃって、そういう時代に生きてる人間たちの気持ちってどういうもんなんだろうっていうのはよく分かんなかったんだけど、この頃あこういう気持ちなんだっていうそっちの方に向かってますよ。これはだから結末が分かってる物語を見てんじゃないから何が起こるか分かんないです。だけど映画はもうこれでおしまいです。これ以上やってもできない。もういい。さんのコスプレじゃないですか。似てますね。俺言ったのかななんて思って。何でもいいけど。特にだからやっぱり高齢者のちょっと罪かもしれないですよね。なんか今なんか若い人の方もうちょっとドライに見てそうじゃないですか。あ、まあそうですよね。諦めの部分も結構あるみたいだから、もう若い人たちって。あ、まあ、いくらですか。まあそう、まあよくわかんないですけど、いろんな気が。この晩、2年間書き続けた絵コンテの作業がついに終わりを迎えようとしていた。
このセリフをここに入れたから、はい、終わった、はい、終わったの今ギクリブシがこう鳴らしますか、鳴らそう、ずっと読んでくると皆さんどう思ってるかあれなんですけれど、かなり反戦色強いんですよ。いやそうですよ、うん、これは古橋修郎が個性的な人間だと全然思ってない。これはもうその通りなんだけど、でも作るしかないんですよね。そうなんですよね。次郎が若くして死んだ妻直子と再会し、彼女のもとへ導かれるところで終わっていた。ここで君が来るのをずっと待っていた。フルっていうリズムじゃなく、なんかこう、こんな感じ、はい、要するにあの世とこの世のこのね、あの世に行けない人間がやっての結構いるっていう風になってるんですよ、どうも。死んでも、うん、でここにあるんですよ、アプリの王国っていうのは。どうやら来てって言います。来てっていうのは来てやりますよね。来てささやくように言うんだと思う。遠くなの聞こえるんです。で次郎はそういうのが分かってるの、乗り出しつけながらこうまずくっていう。アニメーションっていうのは、まあ、意志が筋肉なんですよ。意志を表現、運命を表現するけど意志を表現するんです。運命があっても、見せるためにこうやってこの山を送るとかいろいろやったんだけど、うん、この場合は
はなんかゆったりしてる方がやっぱりいいんじゃないかなと思う。なんかこの回にしといてください。もう終わるなこれ。みんな終わらせてやんだね。当然ですよ。早く終わりたい。絶対早く終わりたいです。あれは始まる。お願いします。はい、どうもありがとうございました。はい、よろしくお願いします。みんな終わる気でいるなしきしょう。彼は宮崎さんの息子、五郎さん。ジブリで2本の映画を監督している五郎さんが、新しいアニメーションの企画をめぐってプロデューサーと話し合っていた。あるかないかとか。ビジネス的に。まあ、ビジネスとか、はい、関係なしに言ってるんで。いや、でもそれは五郎さんです。それは五郎さんです。僕のためですか。だからこの時に。いやまあコロ君が言いたいのは、いや僕が言いたいのは、ね、僕はそのなんだろう、間違ってこの世界入っちゃってるわけです。入り方がアニメーションを作るっていうこと、そこからね、それが一番最初の出発点にあって、やっぱりそこからスタートして自分の作品として映像を作りたいっていうとこから始まってないわけですよ。でそうすると自分にとってのやっぱりね、その自分の能力に対する疑問もあるし、でそれから経験もあるなしもあるし、でそういう中でやっぱり自分としてはどうやって大義名分を持っていくのかっていうのがあるわけじゃないですか。で、ね、これジブリにうっかり来てなかったらやってないですよ。としてやりたいっていう一方で、うんね、映画作るっていう行為の中にはやっぱりそれはジブリっていう会社のためだっていうのがやっぱあるわけですよ。そこにいる人たちのためであり、会社って別にビジネスのためじゃないですよ。一緒にやってくれる人のためにやるんだっていうのが僕の一個の大義名分になってるわけですよ。でもこれ一体、ね、それ僕のためなのっていう、まあそれに意味見出すのっていうのは結局五郎さんがどう思うかって話なんで、コロさんがすごい見ていたさないって言うんだったら、そこはそれですよね。いや、ちょっと口挟んじゃうんですけどね。だからそこでね、やる人に全部追っかぶせんなよっていう話。いや、だから、プロデューサーって責任者じゃないの？僕はさっき言おうと思った続きはね、これね、やっぱりこの風立ちぬとかぐや姫ってね、面白いケースなのよ。どういうことか。実はこの2つの企画とも、監督はやりたがらなかったっていう。じゃあなんで成立したのって。そういうことで言うとね、まあ突き詰めていくとですよ、僕も曖昧にしたいのは山々だけれど、まあ俺かなっていう、それを言いたかったの。皆さん勝ち立ちにやるまで、やると決めるまで半年もかかってるんですよ。4ヶ月かな。で、片や高橋さんなんかね、延々ね、なんで俺はこんなもんやんなきゃいけないって。まずそれがあったことは確かなんだよね。ちょっと自分でも論理的に考えてみたかったんだけどね。で、正直僕はこの作品の中にはあまり立ち入らないっていうことが、今回作品に関しては僕はいいと思ったんですよね。ただそれの距離感を、まあ、誤ったこと、それは本当に申し訳なかったと思ってますし、僕もそれは本意ではないです。そこはもう一度判断していただきたいなというふうに思います。清さん、挨拶して、はい、こんな話してますけど、偉い人なんですよ。面接の時みんなあったよね。これからね、長い付き合いになると思うんで、いろいろよろしくお願いします。東小金井にその300坪の土地の購入がね、実はもうすでに昨日の時点でね、まあ、僕売り主さんとも会いましてね、決まりました。今度のスタジオを建てる時にも3階建てなんですけどね、1階2階、基本的にまずこう面白い映画を作ろうっていうことが最大の目的で、
それでスタッフに対しては終身雇用の保証は一切しません。会社っていうのはね、金の流れだけで決まっていくから、会社が反映したってしょうがないんですよね。それよりもそこにいる人間たちがちゃんと自分のやりたいことと、それからその能力を身につけていることが一番大事で、それでジブリが魅力がなくなったらさっさとやめた方がいいです。僕も真っ先にやりますから。バンサーやれ、伝送バンサーバンサースタジオの将来ははっきりしてますよ。やっていけなくなります。それはもう目に見えてる。それ心配しててしょうがないです。どうにもならないです。ジブリなんて困ってさ、飛行機の名前で思いついてジブリとか言ったんだから、これ有名したからね。こうやって喋りながら、その病院にも連絡しましたってなことを言うと、実に嫌な女になりましたね。それはその横柄な女に見えるんです。その場を支配してる女に。それが現代劇だとそう感じないんです。なぜかっていうと、現代劇っていうのはみんな我の張り合いだから、あのね、人の所作が時代によって変わったんです。お辞儀の仕方も含めて、あの例えばこうありがとうございますって言ってこう戻らないですよ。いいですか、今ここから僕が挨拶しますけど、ありがとうございます、こうやってちょっと戻して全部戻らないです。全部戻ったらえってこう なって、それはこれが武作法で、ぶしつけな横柄な人間になるんです。あ、そうですか、いつの間にか戻していくっていうわかる。それが日本の礼儀作法ですね。以上です。だから目線と、それからそのこれは挨拶ですけどね、それから中台詞の失敗直しません。それを見るたんびに愚かだったと思うことにします。はい、ありがとうございます。みんなが好きなこと言ってたんです。これからこの頃、宮崎さんは断るごとにゼロ戦が書けないと語るようになっていた。全部死んだ者たちが通過してくる。
好よく描きたく描いてはいけないという思いと、でもかっこよかったんだっていうどうしたらいいんですか。ああよほど好きだから描けないのかと思ったんですよ。もしかして畏怖の念があるからかなと思って後で聞いてみたら、ただ描けないからですね。やっぱ本人にとっても難しいらしいんですよ。飛行機のことに関してちょっとちょっと突っ込んで聞いた時にちょっとやっぱりイラッとした感じがしてました。でそれ以上聞いたら本当に怒られそうな感じもしたので、ちょっともうレイアウトに従って素直に書くように しなきゃなと思いましたけど、僕は変なんですけどね、飛行機ファンとちょっと違うんです。ドロセン好き好きじゃないんだけど、なぜならほとんどオタクのものだからです。そういうの好きだって言ってもオタクなんですよ。オタクは何も学ばないのをオタクって言うんですからね。僕はオタクじゃないです。僕はオタクじゃないです。結構上昇下ですよ。インマルマンターンだよね。あ、プロペラが落ちた。あ、初めて住んでないです。皆さん長生きしますよ。長生きするの嫌だよこれ。そういう長生きはしないで済むと思います。そういうのいっぱいいるからもう早く死にないと俺思うもんね。もういい、分かった、私が早く死なない、うん、早く死んで急いで、皆さんジタバタしないでポクッといきますよ。あ、そうですか、分かりました。というわけで、ね、皆さん一人は元気だよね。元気です。皆さんね、自分を大事にするの。あ、体を付き合ってみて分かった。いかに大事にしてるか。でも結構ボロボロな姿を見てきたと。あれは演技ですか。ね、そう。それ本能的に知ってんだよ。だから人のエネルギーを自分のエネルギーに変える天才なのよ。高畑さんもです。そう。昔からそうですからね。そう。騙されちゃダメよ。皆さんにとってはあらゆるスタッフはみんな下駄だからね。そうですか。うん、宮崎さんの要求に応え続けてるうちにくたびれてしまう人はいるとは思うし、結局要求に応えきれずにこう脱力してしまうっていうか、ダメだったって挫折しちゃう人もいるかな、うん、一緒に仕事するってね、難しいことなのかもしれない。上手い人は平気なのかなって思うでしょ。でも上手い人もね、逃げてっちゃう時があるのね。しんどくなる。上手ければ上手いほど要求がやっぱりあるし、あんまりこんなこと言うと不謹慎かもしれないけど、自分を守りたい人はそばにいない方がいいかもしれない。自分をある意味ある程度自分を犠牲にしてでも得たいものがあるとか、一緒に仕事したいっていうことがあるんだったらいいけど、ちょっと自分のささやかなものを守りたい人はあんまり長くそばにいると辛いかもね。あなたには想像つかないかもしれないけど、僕はゼロ戦が好きだからなんとかってじゃなくて、大変なんですよ。なんか気持ちの中にいろんなものが締めて、要するに本物のゼロ戦がどう飛んでたかじゃないのよ。こんな風にゼロ戦が飛んでたらいいなっていうのは自分の中のイメージとしてあるわけ。そしたらこれをさ、第三者が
誰が書ける？書けないでしょ。そういう問題なのよ。自分がイメージしたあるゼロ線、それが美しく飛ぶってのはどういうことなんだろうってなるわけよ。そしたらその基準で言ったら誰が書いたってねえ、首を縦に振れないよね。皆さんってね、そういうなんていうのかな、理想主義があるのよ。面白い人だよね。自分で書けばいいじゃん。でそれはまたね、自分の中に幻想があるのよ。若き日の俺だったら書けたんじゃないかって。でも俺に言わせるとね、若き日も同じじゃないかなって気もしてんのよ。とにかくね、理想を求めるのあの人って。理想主義なのよ。すごいよね、子供に及んでそうなのかって。僕は導入剤をいつも飲んでる人間ですよ。そんなもん寝られるはずないじゃないの。やれやれ。僕はもう相当ものすごく激しい人間なんです。明日はもう少し楽に書けるんですよ、きっと。へこむね、本当に。そんなことより、この映画、映画に何度かもうよくわかんないんだよ、本当のこと言うと。それでも映画は監督を待ってはくれない。全員緊張してることは分かったから、僕がリラックスします。リラックスしてください。はい。そこの人、ここにお座りなさい。ちょっと失敬。さあ。ではちょっと声出しで次のシーンを見て、はい。君たちの荷物は？わって下がんない。君たちの荷物は？君たちの荷物は？うん、そうそう。そこの人、ここへお座りなさい。ちょっと失敬。さあ。大丈夫ですよ。いい感じですか？いい感じかどうかわかりません。そこの人、ここへお座りなさい。ちょっと失敬。どうなんでしょう、ね、いいです。はい、ありがとう。ありがとう。脱力してる。ありがとう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 。今のありがとう。ありがとう。よかったね。なんかありそうですよ。行けました。行けるかどうかわかんないけど、しょうがないですね、これね。ありがとう。これでいかない。ありがとう。じゃあまた地震。揺れな。地震きますね。地震だ。地震だ。ちょっと勢いがちょっと。
そこでお休みになりますか。上に。いや上に行くといろいろ言われそうじゃあちょっとコーヒー持っていきます。ありがとうございます。大丈夫そうですか。うん、大丈夫じゃないかと思うんですよ。というのも覚悟ですよね、こっちね。僕は気が楽になったんですよ、結構。あ、よかったです。はい、アンナさん、上に来ていただいても多分大丈夫みたいですよ。評判上々ですよ。いや、騙されない。そんな、上に行って何か言われるなんて心配はなくて大丈夫。いじめがいがあるよね。宮崎さんのもとに見知らぬ男性から一通の手紙が届いたのは映画の完成2ヶ月前のことだった。この前ね、突然手紙をもらってね、その郷里にいた宇都宮に疎開してた時期があるんだけど、その時に近所の人が、僕より4つ上の人かな、今76って書いてあった。その人が家が燃えて、その辺りに今で燃えて、ギリギリのところで我が家のところが燃え残ったんですよ。もう火は鎮火するんだけど、場所もなくて、その人たちがたまたま我が家を見かけて、それでもう誰もいないからね、ちょっと玄関の上がりかまちのところにで休ませてもらってたの。そしたらそこにね、親父が帰ってきたんですよ、僕の親父が。あ、すいませんって言ったら、いや、いいよいいよって言ったんですよね。それで自分の必要な荷物を取りに行って戻ってくるときに、これしかないけどってチョコレートをくれたんですよ。あの時チョコレートはなかったはずなんですよ。なんで親父がチョコレート持ってたんだろう。僕も親父にチョコレートをもらった記憶はないんですけどね。親父は甘いもの好きだからこっそり隠してたなと思ったんだけど、その本人にとっては空襲の時のものすごい大きな思い出になってるんですよ。それを帰ってきてくれたんですよね。うちの親父ならやりそうなことなんですよ。いいよいいよって言うのがすぐで、その時にね、その何やってんだって追い出す人間と、いいよいいよって言うのって、随分その少年は世の中の見方が変わったんじゃないかと思うんですよね。父親が28の時ですね。よかったなと思って、こうというお礼の手紙を書かなきゃいけないんだけど、書きようがないって。一方で飛行機の部品作ってガボガボ稼いでたんだから、このね、人生上の矛盾については、親父は戦争協力者じゃないかって僕は若い時やり合いましたけどね。ああ、でもチョコレートあげたんだと、よかったなと思います。面白いね、人の運命ってのは。白さんは2日間焼け跡をさまよったのに、誰も何にも来るな、芋の鶴だって来るな、それでああいう人になっちゃったんです。高橋さん進んでますか。もうね、知らない。完成させたくないっていうのか。本当に皆さんなんか完成させたい人だから助かるんですよ。そうですよね。分かんない、理解不能だもん。賛成させたくないんだよ。宮崎さんは一日に一度は必ずパクさんの話を口にし続けていた。ある時はパクさんを称賛し、パクさんの最高傑作ですよ、ハイジは。あらゆるアニメーションの安定した技法も含めてね、制約も多い中でそれでも精一杯やったんです。精一杯やっただけじゃなくて、随分いろんなことを達成したんです。またある時は真逆のことを言う。
性格破綻者です。パクさんはそうなんですよ。分かった。そうだね。魅力があるんですよね、どっかに。ただ高畑さんのやることにやっぱり刺激があるだと思う。魅力とか日本人ってわーってその こっちの方が絶対いいっつってわーって言っちゃうけど、それの否定形みたいなものもいつでも必要で、どっちが光でどっちが影なのかはもう分かんないんだけど、あの人が何かを始めてるんですよ。あの人が宮崎駿を見出したし、あの人が被災市場を見出して、それが宮崎さんと被災さんのタッグを生むとか、鈴木さんに何かを教え込むじゃないけど伝えるとかね。まあ明らかに高畑勲という人がいなかったらスタジオジブリというものはなかったでしょうね。宮崎さんは違う形で頭角を現したかもしれないけど、それはスタジオジブリじゃなくて宮崎駿だったろうし。次々と諦めていくことなんですよ。何かを選ぶってことは他のことで諦めることにつながるから、結局そうなるんです。これはもうしょうがないです。人間の存在そのものはそういうものなんだから。疑問に思っていた。直子に導かれた二郎はこのまま死んでしまうんだろうか。これはだって君は生きねばならないってこう言ってんだから死なないんです。話変わったんですね。もう絵コンテ通りじゃないんです。直子は生きてって言ってるんですよ。来てって言ってるんですよ。君は生きなかったな。両手がないから。
宮崎さんがずっと書けなかった手紙の返事を書いた。お手紙とご本ありがとうございました。すぐにお返事を差し上げるところを仕事にかまけてすっかり遅くなってしまいました。申し訳ありません。お手紙であの空襲の夜のことがありありと蘇ってきました。あの夜母親に起こされた時は窓ガラスは夕焼けの光を浴びているようでした。私と6歳の兄はガード下の排水溝に足を入れて座り、その上に布団と畳まで立てかけられました。暑くて苦しくて、本当にあの時自分はあのまま家を失うか死んでいたのではないかと時々思い出します。ようやく布団と畳の重圧から解放されて、トラックの荷台に父と兄とで乗りました。その時に乗せてくださいと駆け寄った母親と幼い女の子を置いて逃げたという記憶は長い間私を苦しめました。母も同じようなことをふと口にしたことがありますけれど、父に腹を立てる気は起こりません。ただ心にトゲのように残っています。チョコレートのエピソードに、いかにもお父さんらしいと家内が申します。父は全くそういう人間でした。土手に登って逃げる時、叔父が兄の手を引き、母が弟を背負いました。父は片手に黒い革カバンを持ち、片手で私を抱えて草の滑りやすい土手に登ろうとして何度も滑り落ちました。その度にごめんごめんと私に謝りました。私は自分一人で登れるのにと思いましたが、黙っていました。28歳の父は妻と家族を守ろうとして必死だったのだと思います。お手紙本当にありがとうございました。28歳の父を取り戻したような気がしております。ありがとう、宮崎駿。
ありがとうございます。ありがとうございます。ご苦労様でした。長かったですよね。久しぶりのような気がするけど、なんか久しぶりです。そうだっけ。もうなんか しばらくそこにいないって聞いたからさ。来週はいますけど、ね、いますか。でもあっちいたらこっちいたりしてるから。そうですか。大抵寝てるんじゃないかと。この日集まっていたのは日本テレビの新入社員。入社式みたいな。なぜナウシカは日本テレビで放映されたのか。当時の徳間書店の社長は徳間公開っていう人 で日本テレビはね、まあ、その時社長だったかどうか忘れたけれど宇治江誠一郎っていう人、名前ぐらい知ってますよね。で、まあ、簡単に言うとですね、2人が仲のいい友達だったんですよ。原因はこれだけ。そこで担当者として現れたのが日本テレビのね、その奥田さんという人だったんですよね。で、ジブリの作品ってね、まあみんな知ってるかどうか、日本テレビでしか放送しないんですよ。それはなぜなんだ。どうして。友達を大切にしたいということですよね。友達するご意見あるかもしれないですけど、まあでもやっぱりそういう
間的な付き合いみたいなものを大事にするというのがジブリは結構ありますね。だからあの業界シェアの1位だからとかそういうことでは決めてないですね。特殊例として聞いてくださいね。ちょっと誇張もあるけれど、小倉さんというのは担当者になりました。担当になってから丸多分20年ぐらいかな、20年間ぐらい毎晩ジブリ来たんですよ。仕事の話は何もなかった、何もなかったんだけれど、いろんな話をしてると家族の話及ぶでしょ当然。そっから生まれたんですよ千と千尋って。要するに親しくなって娘が10歳になった時ね、宮崎駿が信州に持ってた山小屋、そこへ娘を連れてこいってこと、それでみんなで遊ぶことになった。その時のことが宮崎駿が千と千尋を作る動機になっちゃったんです、まあ、僕の経験で言いますよ。仕事をやっても仕事をやれば当たり前ですけれど、本当にいろんな人に出会います。でも結局ね、誰と一緒にやるかなんですよ。その誰を捕まえた人だけがね、生涯自分のねやりたい仕事ができる。で全部同じ時間で、そうすると見てる方二人じゃないですよ。サンキちゃんおめでとうなんですよ。はい、俺が知ってるの一番最後なの。いやちょっとね、サンキちなりに考えたんですよ。待ってたんですよ。でもう美月だって言うから、もうだいぶ前に分かってたんですけれど、そうなの、今伝えちゃまずいと思って感情なりの判断で、うん、そして最後のカット。スタジオ内での全ての作業を終えると、宮崎さんはいつものように屋上へと向かった。するとそこに待っていたのは、ここにいるはずのないパクさんだった。もう一つ増えたんですよ。僕なんかももちろん、あの見方を変えれば、その宮崎駿と出会ってなかったら今日の自分はないですよ。やっぱり彼の才能と出会ってなかったらですね、全く違うと思いますね。で同じことで言えば、鈴木敏夫という人に出会ったことによって、そのいろんな展開があったわけですよ。その皆さんのような才能のある人と組めたから、その、まあ、自分もいい作品ができたんでね。才能ない人とやってたら、まあ、いい作品もできないもん。まあ東映動画にしょうがないから入っとこうと思って入ってね、そしたらいろんな人に出会って、高畑監督もその一人だけど、その一人じゃない、何人にも出会って、それで随分僕はいろんなことを教えられたり、まあ、自分の弱いところを叩かなきゃいけないとか、そういう目に遭いながら鍛えられたんです。仕事で鍛えられたっていうより、そっちの方で鍛えられた、まあ、俺別にそんな闘争員なんかやりたくないって言ったんだけど、まあ、お前よく喋るからなれって言われてなる。そうすると突然に責任がのしかかってくる。そういう時だからね、パクさんと出会ったの意味があったんです。パクさんもなんかもう肝心な要の時寝てて起きないとかね、ちょっと会社と揉み合ってんだけど、パクさん起きてよったって言うの、起きないと。それは双方年を通るに従ってわがままになったりとなってきたりして、うまく噛み合わなくなったけど、基
共同事業者ってたくさん入ってたけど、本当はそういう時期があったんです。本当に自分たちの仕事をやりたいっていう気持ちが強くあった時期があるんです。それはそれを持ってたってことはとても良かったんです。それでギリギリまでやったんです。幸せになることが目的だっていうね、自分が幸せになることが目的だっていうの、人生のどうも俺納得できないんですよ。なんで納得できないかと、それどうも自分が生きる目的は自分が幸せになることだと思う。幸せっていう、いや僕はどうもね、何人かがそれ同じく反応を聞いてね、なんか戦後民主主義ってそういうもんだったのかなってよくわからないんですよね。よくわからないけど一回聞いてみたいんですけど、それは鈴木さんなんかどうなんだろうって、鈴木さんが自分の幸せのためにやってると思えないんだけど、何のためやってんだろうね。自分の幸せのためにやってる意思が、普段幸せだななんて思ったことないんですよ僕は。そうじゃないの、そんなことを目的に生きてるのかなととても思えないんだけど、だって映画やったら不幸になるに決まってるんだ。不幸になるんですか。不幸ですよ、もうねねって竹林さんに自分見てるなんかですねって言われました本当なんかそれなのにもう次のやつを書きたいなってことなんかどうしていいのか映画の完成試写を行う日、宮崎さんは電車に乗って行きたいと言った。
その日は曇っていた。宮崎さんはいつものように饒舌で、けれど引退に関する話だけはしなかった。やがて迎えに来た鈴木さんの車に乗ってホテルの会見場に到着する。それは会見が始まる直前のことだった。やってますでしょ。上から見てると夢にも思ってないですね。ほら、ここにあるし、草で絡まってる家なんて全然違うでしょ。もう草が絡まってるじゃん。もう屋根からね、はい、ね、その右の屋根から隣の屋根に飛び移って駆け抜けて、その緑色の壁があるでしょ。緑と青っぽい、そのところに飛びついて、あの配管をよじ登ってですね、あの屋根の上を走ってさらに向こうのビルに行くっていうのをアニメーションでやったら面白いでしょ。で電線の上を歩けたら向こう側にも行けるはずなんですよ。もう上から見てみると本当に全部むき出しにいろんなものが見えるんですよ。あのブロック塀の上を走り抜けることできるはずなんですよ。こうやっただけでね、つまんない街だと思ってるとか、とんでもない映画の舞台になるんですよ。そうやってみると結構面白いでしょ。面白いんですよ。向こう、遥か向こうまで行けそうな気がするよね。行けんじゃないか。何もドキドキしない。そういうもんですか。会見が終わった後、手に持っていた紙には何が書いてあるのかと宮崎さんに尋ねた。すると宮崎さんは引退の字と書かれた文章を私に見せてくれた。その冒頭にはこう書かれていた。僕はあと10年は仕事がしたいと考えています。